さあ今回はですね、ついに9月1日土曜日、ミヤコーシティ3階にオープンしましたマックンプラザ MCN サービスステーションに来ております。薬島くん、はい、すごい賑わいですね。いやすごいですね、もうお客さんがひっきりなしに来店していただいておりますね、はい、また今日アポロの泉では機関車トーマスに乗れるというサービスも行われてるんですね。そうなんですよ、うん、はい、もう今もう大盛況です、すでに、はいはい、こちらもね長蛇の列ができております。はい、さあでは実際にね、中がどんなにぎわいなのか、どんなサービスを体験できるのか、ちょっと見てみましょうか。はい、はい、行ってみましょう。福島くん、はい、マックンがお客さん出迎えてるよ。いやマックン頑張ってますね。マックンお疲れ様です。お疲れ様です。お客さんの反応はどうですか？絶好調ですかねえ、この後も頑張ってくださいね。お疲れ様です。どうですか、マックンプラザオープンした今のお気持ちは？はい、たくさん来ていただいてるんですけど、これからもっと来ていただきたいです。もっともっとですね、はい、もっともっとです。ミヤコーシティ3階にマックンプラザありますから、視聴者の方もこちらに来て、はい、体験していただきたいですね。はい、まずは体験をして、ケーブルテレビの良さを分かっていただきたいですね。じゃあ黒永さんからも一言ね、はい、視聴者の方にメッセージお願いします。はい、ケーブルテレビインターネットで、まあ、いろんな体験ができますので、ぜひ皆さんお越しくださーい。さーい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。素晴らしい笑顔でお客さんをお迎えしてますよ、黒永さんが。そうですね、見習わないといけないですね。先輩。いやいや、あ、先輩です。あ、黒永さんが先輩なんですか。はい、そうです。福島くん、はい、このマックンプラザではお客様は一体何ができるんですか？こちらのマックンプラザではですね、サービスのご相談、はい、体験や各種お手続きができるようになってるんですよ。ほー、はい、体験なんですが、はい、どんな体験ができるんですか？あ、こちらですね、はい、インターネットの速度、こちらの比較等ができるようになっております。はーはー、はい、体験できる速度なんですけれども、はい、光10メガ、はい、あと光1ギガバッチリ比較体験できますので、はい、まあ、ぜひともご利用の用途に合わせてですね、それぞれちょっと体験してみていただきたいですね。さあ他には？そうですね、他には、まあ、まあ当たり前ですけどテレビですね、はい、まあ、実際にですね、ケーブルテレビ、まあ、リモコンの操作ですとか録画の仕方、はい、あとすでにお使いのお客様もちょっと使ってみてわからないところがあるというところのご質問とかもですね、こちらで実際機会がございますので、私どもスタッフの方が、詳しく親切に説明したいと思いますので、うん、こちらすでにご利用のお客様も、はい、お気軽にお越しいただきたいと思います。なるほど、はい、その他にもですね、MCN モバイル、あとタブレット、そしてホームカメラ、まあ、新しいサービスなんですけれども、こちらの体験もしていただけるんですよ。はあ、はい、そうですか、はい、じゃ気になった方にはいいチャンスですね。いや本当そうですね、はいはい、相談して、はい、体験してお申し込みまでできるわけですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、営業マンも常駐してるんですか？はい、あ、そうですね、課長ちょっと後ろを見ていただくとですね、今も営業マンが頑張って説明の方、本当だ、はい、お客様に対して、自信中でございます。そうですね、はい、じゃあこうやって今までは祇園の MCN 本社で行っていたいろんなサービスを、はいはい、このミヤコーシティ3階マックンプラザでできるようになったわけですね。そうなんですよ、はい、もうお出かけがてら、はいはい、お気軽にお立ち寄りいただけるようになりましたね。そうですよね、はい、福島くんもここに来ることあるんですか？あ、ございますよ、はい、そうです か、 か課長はちなみに？あ、僕も本当タイミングがあればですね、はい、ぜひ窓口に行きたいですね。あ、お待ちしております、ね、はい、あれ課長なんか、はい、マイクないからね。何ですか福島くん？すみません、ポケットにリモコンがなんか入ってらっしゃるんですけれども、何かちょっと目的が終わりではないでしょうか？さすが営業マン、気づくねってマイクの振り方が下手、気づいた、はい、ねえ、はい、そうなの、うちのね、喋、はい、りづらい、うちの、はい、
リモコンちょっと長年使ってたから、はい、ちょっと調子悪くなったんですよ。ヘビーユーザーじゃないですか、はい、これひょっとしてなんですけど、はい、交換してもらえないかなと思って。できます。できる、はい、即答だね、はい、いやちょっとね、あの長年使っててヘビーユーザーだからちょっと聞きが悪くなったんですよ。でもしよかったら交換していただけますか、富田さん。かしこまりました、交換いたします。すいませんね、こちらの機種、はい、スマートテレビです。こちらリモコンと、はい、交換用の電池になりますので、電池も、はい、もうこのきめ細かなサービスありがとうございます。ちなみにお値段おいくらなんですか。こちらでも無料でご対応させていただいております。無料、はい、そうなんですか、はい、じゃあもう視聴者利用者の方はお気軽に、そうですね、リモコンちょっと調子悪いなと思ったらもう来ていただきたいですね、はい、もうぜひもうお持ちいただいてご相談していただければと思いますので、うわありがとうございます。これでまたね MCN のまた僕スマートテレビライフが快適になります。ありがとうございます。ありがとうございます。福島君ありがとう。いえいえ、よかったですね社長、はい、せっかくですから富田君、はい、もうちょっとカメラ目線で皆さんにメッセージお願いします。はい、リモコン交換などの相談、体験など何でもできますのでぜひお越しください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。リモコン交換の体験みたいになってるけどねいろんな体験できますのでね、はい、ぜひ来ていただきたいですね、はい、頑張ってねこの後も。はい、ありがとうございます、頑張ります、はい、お疲れ様です。はい、いや岸間くん、はい、お客様にとっても非常に便利なサービスステーションができたね、はい、いやそうですね、はい、ぜひ皆さんマックンプラザ MCN サービスステーション宮古シティ3階にありますのでお買い物がてらお気軽にお立ち寄りください。マックンプラザの営業時間は10時から夜7時までとなっております。サービスの体験やご相談、各種お手続きなど受けたまっておりますので皆様お気軽にお立ち寄りください。はい、皆さん待ってます。